おお、やっぱブラックなシックな感じだ。めちゃめちゃいい。繊細で可愛いな。でも俺は信じてる未来よ。三枚抜きエグ。どうも、さとみです。皆さん、プロセカ2周年、いや、めでたい。で、周年ということはですね、そうなんですよ、ガチャが来てます。なので今回2周年ガチャの方を引いていこうかなと。1周年目の時はね、俺ちょっとできてなかったから、今回初めての周年ガチャになるんだけど、早速ラインナップの方から見て遊んでいくか。いや、遊ばれるのは俺の方か。うわ、すげえ、4個ガチャ来てるじゃん。しかも見て、右上8万クリスタル持ってるじゃん。あ、でもさ、優勝4万ジュエル、って書いてある。半分以下がね、ちょっと優勝というか、まあ、半分以上その無料で運営さんからもらったやつっていう。これ引き放題だな。でも4個あるの迷うな。なんか1周年目とは違って、ちょっとこの黒なブラックでシックな感じのね、みんなこれめちゃめちゃかっこいいんだよな、服で。これ、おっと、2周年メモリアルセレクトガチャ、好きな星4メンバーを1人選べるセレクトチケット付き。なんだって、好きなメンバー1人選べる。えぐ、ただやん。ただじゃねえわ、ちょっと今俺錯覚してた。ただじゃねえわ、ちゃんと3000クリスタル払うけど。いや、ただや、こんなんもう。でも俺はもう決まってんのよ、欲しいキャラは。とりあえずこれ引くわ。1回引いて、で、あー、まあここでは当たんないけど、これだよね、星4メンバーセレクトチケット。このチケットを使って好きな子もらえんだけど、やっぱり俺はほなみちゃん。俺でもほなみちゃん結構持ってるな。このできることを探してっていうやつの、ありがとう勇気、これ以外は多分持ってるんだろうな。あ、超限定のやつ以外だね。これどっち行くかな。あ、かわいい、この進化後めちゃくちゃかわいい。これかわいすぎる。で、こっちが、あー、どっちも捨てがたい、どっちも捨てがたいな。え、どっちも捨てがたいけど、できることを探しての方がスキルが強い。スキルで判断していく。いや、こっちだな、こっちにしよう。このほなみちゃんもらおう。即決いただきます。いや、好きなキャラもらえんのえぐいわ、これ。え、なんだろう、この特急快速乗った時の気持ちみたいな。やりがてー。あと、このありがとう勇気のほなみちゃんも欲しいけどな。このほなみちゃんがいたら、今出てるほなみちゃんは全部だ、限定ガチャ以外はね。で、何やら2周年記念10連無料ガチャっていうのも持ってるから、これもちょっと引いて。いや、周年イベント本気すぎるな。当たんねえけど、まあいい、無料で10回引かせてくれてありがとう、ありがとうございます。で、これ気になるな、プレミアムプレゼントガチャ。なんだこれ、つまりなんかユニットを選べて、なんか限定衣装をもらえるっていう感じか。まあでも1回限りらしいから、まあ一押しのレオニード引くか。さあ、1回限りやんな。大丈夫、1回限りで外れたら俺イベント服ゲットできないとかある。そんなことある、そんなことないでしょ。どうなのこれ。おっと、いちかちゃん、ここまでは普通な感じだな。あれ、似てると思うけど、かわいい。あ、ロイヤリティロックブレザー。なるほどね、これを回すと限定の服とかがいっぱいもらえるんだ。2周年限定衣装がたくさんもらえるって。いや、かわいいな、この衣装。まあ、普通に1回回すのに衣装がついてくるって感じか。この絵な、かわいいな。この絵なの服めっちゃかわいいな。聞こ、来い、どうせなら当たれ、どうせなら星4来い。うん、だよ、出せ。さあ、そして本命来た。2周年記念カラフルフェスティバルガチャ、ドリームピック。メンバー紹介見ていこうか。ミクちゃん、かわいい、かわいすぎる。このミク、進化後のイラストはじゃん。おお、やっぱブラックなシックな感じだ。めちゃめちゃいいな。しかもスキル強。次、ルカもかわいいわ。進化後はじゃん。めちゃめちゃいい、同姉さんやん、超お姉さんやん。これめっちゃ可愛いな。真冬ちゃんも可愛いのよ。似合いそうだな、これ進化後。いくよ、じゃん。おお、繊細で可愛いな。やっぱ服似合うな。いいね、この鍵盤みたいな、人間の不安定さじゃないけど、なんかそういう儚さというか、そういうものがなんかこう感じてこれるようで、すごいいいな。これ
しずくちゃん、おまんじゅうでリラックス。なんか表はすごい可愛いけど後ろは黒系でシックに決めてくるんでしょ。見ちゃうよ。せーの、じゃん。うわっ、うわっ、これはすごい。このギャップたまらんな。表と裏みたいな、昼と夜みたいな、このギャップたまらんですわ。え、めっちゃ可愛い。みんな欲しいんだけど。あきとくん、これかっけーな。相当かっこいいんだろうな、これ。進化しても。いくよ、じゃん。うわぁ、めちゃくちゃいい。色気がすごいわ。で、ラスト、ルイくん。ルイくん一番黒衣装想像できないな。どうなんだろう。楽しみだな。いくよ、せーの、じゃん。あー、なるほどね。こっちテイストね。めちゃくちゃいいやん、みんな。マジか。これ全部欲しいな。全部欲しいが。これ、無料のやつたくさんもらってるけど、いけんのか、全部。好きなメンバーを下から4人選んでください。ちょっとみんな、考える。考えるね。決めた。めちゃくちゃ悩んだ、これ。まあ、1個が、この、ミク。進化後のイラストが可愛すぎた。いくよ。じゃん。めちゃめちゃ可愛い。これはね、もうイラストで選んだ。多分これ、1周年記念の時の、やんね、これは。1周年記念のピックアップされてた子から1人選べるらしくて、本当は全員ピックアップに選びたかったけど、1人しか選べなかったから、このミクにして、あとは、ほなみちゃんとさきちゃん。まあ、推し2人を、持ってない推しを入れ込みましたと。さあ、これでいこう。決定だ。よーし、本命回していくぞ。じゃ、まず、まあ、10回。どんなもんかな。いや、俺ね、プロセカのガチャの運、ガチでいいのよ。本当に。光るのよ。光っちゃうのよ。なんか、このゲーム、ガチャね、全体的に俺、上振れる気がする。愛されてる気がするわ。いくよ。何を当てるか。あー、でも何？一周年記念の子も出るんだよな。だったらやっぱ、レオニード一周年記念の欲しいところはあるんだけど、ここは、お！これは？星さん、星さんのミク、あ、かわいい。本当の思いを見つけてくれてありがとう。きたー、えぐい。一発目から1周年記念のミク抜いていく。うわー、いや嬉しい。思いが重なる場所で、いや幸先いいよこれ。本当にやっぱ俺的にはルカ、このルカ欲しいな。カラフェス限定のこのルカか、この真冬ちゃん、これは狙っていきたい。絶対にこの2人は当てたいところではある。さあ2回目。まあまあまあ、2回連続光ることはない。知ってる知ってる知ってる。でも分かってる、次来るの。ここで来る匂いがする。いやいやいやって思うやん。これね、実は金からのこういうことなのよ、音。まあ、ってなった時に次の期待値が上がるから人生は面白い。おっと、いやまだこけてない、まだこけてない。ここでこういうことなのよ。再起動しよう。何なんだろうね、この再起動したら確率変わるみたいな、たまに言う人いるじゃん。絶対そんなことないと思うけど、まあさすがにね、さすがにそんなん変わらない。ここで出ちゃったらそのみんな再起動するってなっちゃうから、ここで出たら、いや出ろだからやろがい、そこは。そんな簡単じゃないってことか、星4の壁。さあ、行くぞ。来い。誰？ほなみちゃん来た。これピックアップに入れたほなみちゃんだ。これで今、ほなみちゃん、全部のほなみちゃんも、あっ !2 枚抜き !2 枚抜きあざっす。いいね、いや、こっからだよ。いい波乗ってきた。ここでいい、おい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 、再起動最高か、まさか。来た、さきちゃん。ひな人形のさきちゃん来た、これ。これめっちゃ可愛いのよ、進化したら、これ、ほんとに。え、また、あ、これは、ルカ。しかもこれ今のルカじゃん。カラフェス限定の熱っ、えっ、おいー、今のミクも来た。やばい、カラフェス限定やんね、これね。このミクもえぐ、3枚抜きえぐ、やばい。ちょっと待って、みんなこの波に乗れ。出るときは、いやいや大丈夫大丈夫。あのね、俺ね、ちょっと自分の中で出るときに攻めるっていうあるのよ、自分の中で。でここはもう時間をあまりかけないうちにパッパパッパ引いていく。これが一番、出る時間帯に超出るイメージがある。こういうことなんだよ。だからね、真冬ちゃんもゲットしていく。いやーざっすあざっす。いやいや、行こう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 。もうちょいもうちょいもうちょい行きたい。いや、ちょっと待って、雲行きが怪しくなってきたけど、ほらこういうことなんだよ。これね、俺ね結構時間節押してるんだよね。出ない時は何回引いても出ないけど、出る時間めっちゃ出るみたいな。
今までのソシャゲやってきた経験から、ウマ娘とかもすごい思ってたんだけど、時間ね、こうやって攻める時に攻める、攻めない時は攻めない、ここで今攻めるべき瞬間、いよいよいよ、あの無償分全部使い切っちゃおう。無償分、これもらいもんだから、運営さんにもらったから、あ、全部使い切りましたということで、ここで一回休憩、休憩タイム。今160回回してんだ。え、160回ね、めちゃくちゃ当てたけどな。えぐいぐらい当てたけどな。だってもうこのさ、ルカもミクも持ってるじゃん。いや、でも、真冬ちゃんが当たってないか。で、なおかつ交換もできないときた。マジかよ。あ、いや、交換できるな。これガチャ同じなのか。これ真冬ちゃん交換できるまで回すか。オッケー、あと4回引こう。あと4回引いたら、真冬ちゃん1枚で交換できるから、そこで俺の今回の戦いは終わろう。攻めすぎない、俺のガチャは攻めすぎない。おっ、これで来たら激熱くない？持ってる男なんだよ。すいません、行かしていただきます。あ、ありがとう、ほなちゃん。うん、いや嬉しい嬉しい。え、これもうサキちゃんもなんか今ゲットできる全種類来た。2枚抜きまた？あ、これは星さんか。まあまあさすがにね。いやー嬉しいな。あと1回、これで200になったから交換できますよということで、ここで真冬ちゃんを交換してゲームセットですって思ったんだけど、いや、このしずくちゃんこれマジ可愛いんだよ。これめっちゃ可愛いんだよな。これめちゃめちゃ可愛い、マジで欲しい。しかも期間限定ときた。うわーうわー、どうしよっかな、これ欲しいな。いや、でもまだ攻めれる。ガチャ仕入れ券に変えれるから、まあぶっちゃけまだまだあと10回は攻めれる。今回行く行く、2周年だし行っとく。ここは攻めるか。これくらいなきゃな。星さんか、星さんが4かと思った。この演出心臓に悪いよ本当に。ガチで心臓には、はい、ありがとうございます。さあ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 、ここで一体誰が、しずきちゃんが真冬ちゃん、頼む。どうしてふたをしてしまったの。ミク嬉しいけど2枚目私の大事なひな人形なの。2枚目、いや出てくれるのは嬉しいけども、けどもだよ。来い、頼む神よ、次ここで、ここで来てくれ。なんかクリスタル増えてる。なんでだろう、おかしいな。これまだいけってこと、これ神からのお告げか。まあ、どんなに神のお告げでも俺は絶対に300以上はやらんということで、あと回せんな5回、この5回のうちに勝負を決めないともう俺は終わる。頼む頼む、マジでいいよ。いや、もう遠慮すな遠慮すな。私の意見を言わせてください。2枚目頼む。まあ、冬ちゃんかしずくちゃん同じピックアップ、ピックアップされてる。ふっ、来るぞ、感じる、冷圧を感じる。ほなみちゃん、これでもピックアップされてない、ピックアップされてないほなみちゃんで何だったら持ってるな。これラスト、これで300ラスト、かいかいかーって、俺は信じてる未来よ。うわっ、ということで、まゆうちゃん、いただきます。あざっす。天井を引いてしまったけどね、まあここは無事に、いや無事にじゃねえよ、まあ全然無事じゃねえけど、まあちょっとまゆうちゃん入手というところまで行ったからよしとしよう。全然よしじゃないんだけど、全然よしじゃないんだけど、いやーでもこのしずくちゃんのこの衣装マジ可愛いんだよな。これ欲しい欲しいが、いやいやいい、もうこれね、あのガチャは自分が今日ここまでっていうところを決めないと一生引いちゃう。今日当てた子たちをちょまずレベルマックスにみんなして育てよう、みんなをコツコツやるか今日やったところ、決めたところ超えちゃいけないって言って、俺今日 LINE 200だったんだけどね、200以上やらねえと思ってたんだけど超えてる。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。